東根市の小学校で現役消防士による火災予防教室が開かれました。全国の現役消防士で組織する団体が開いたこの授業、講師を務める代表の渡辺幸喜さんも県内の消防署に勤務する現役消防士です。実際に火災が起きてからでは間に合わないことが多すぎる。この経験から火災を未然に防ぐ火災予防の大切さを伝えます。授業では家族で取り組める予防策として避難経路の確認や家をきれいに保つなどの事例を紹介しました。もしもの時にすぐ逃げられるようなことが分かり、それを実践してみたくなりました。自分の家でも部屋をきれいにしたりして火事を防げるようにしていきたいです。消防士だけじゃなくて聞いた人たちがそれをまた自分の大切な人に伝えることで、その命を守る連鎖がどんどんつながっていって、これなら多くの人をやっぱ火災から一番救えると思ってやってるので、